今回の動画の記事は概要欄にありますのでチェックしてみてください。 Hey guys, this is Melissa from Okinawa. 皆さんこんにちは、メリサです。今日は映画を使った英語の勉強法を見ていきたいと思います。楽しく英語を勉強したい、語彙発音文法をまとめて勉強したいっていう方におすすめな方法が映画を使った英語の学習方法です。映画で英語を学ぶメリットと効果を見ていきたいんですけど、まずメリットは何かというと、楽しく英語が学べるっていうことですよね。楽しいので自分の興味のあるものっていうのは自分で調べていきますよね。そういうふうに自主性があるのでとても続けやすいです。また知見が広がるっていうメリットもあります。映画を通して英語自体だけじゃなくて海外の文化とかその言葉のニュアンスまで知ることができます。また映画で勉強する効果はネイティブの自然な英語表現にたくさん触れられることです。教科書では勉強できないネイティブのスピード、表現、また発音、この3つを身につけることができます。また映画を見ることで映像と音声のダブルインプットができます。聴覚と視覚を使うことで単語とかフレーズが記憶に定着しやすくなるんですよね。特に感情とか何かのイメージと結びつけられた英語っていうのは脳に深く刻まれます。楽しくてメリットもある映画を使った学習なんですけど、注意点もあります。気をつけておきたいポイントは2つあります。英会話初心者には少しハードルが高いっていうことと、なんとなく見ているだけでは英語は身につかないっていうことですね。なぜ英会話初心者にはハードルが高いかっていうと、まずここで言う初心者の基準っていうのは英検2級もしくは TOEIC の点数で550点取ってる方になります。これは高校卒業程度の英語力って言われてるんですけど、このレベルが今まだない人にとっては英語で映画を見ることはあまり効果が期待できません。必要な英語力の目安は映画を英語の音声と英語の字幕で聞いてある程度内容を理解できる、このレベルが必要になります。なので初心者の方はまず英語の基礎固めをしましょう。またなんとなく見ているだけでは効果が出ません。映画で英語を勉強するときに一番気をつけたいのがこのポイントです。ただ BGM のように聞き流すだけでは英語力が伸びないように、ただ映画を見るだけでは英語力が身につきません。ではここで具体的な学習方法に入っていきたいと思います。英語学習に効果的な映画の見方があるんですけど、効果を出すための学習ポイントが3つあります。1つ目は意識して見ること、2つ目はインプットした情報をしっかり理解すること、そして3つ目は理解した情報をアウトプットすることです。まず意識して見ることなんですけど、意識して見るときに具体的に心がけてほしいことは、発音を良くしたいのかとか、ボキャブラリーを増やしたいのか、スピーキング力を上げたいのか、もしくはネイティブの会話のスピードに慣れたいのか、こういうふうに具体的に何のために映画を見るのか、何を自分は伸ばしたいのか、これを明確にする必要があります。全部伸ばしたいっていう方は優先順位をつけて一つ一つ攻めていったらいいかなと思います。次にインプットした情報をしっかり理解するっていうことなんですけど、しっかり理解するっていうことは他人に教えられるかどうかっていうのが一つの目安になります。例えば単語ならその単語の説明ができるか、フレーズならそのフレーズはこういう時にも使えるっていう例文が作れるのか、こういうのがしっかり自分が理解できているのかの目安になります。深く理解することで深く記憶にも定着するし、また応用が効くようになって、似たような表現に出会った時にその表現の意味を推測する力もつきます。そして理解した情報をアウトプットするっていうことなんですけど、やっぱり欠かせないのがこのアウトプットなんですよね。映画を見ながらできるアウトプットの方法はオーバーラッピングです。オーバーラッピングっていうのはスクリプトとか字幕を読みながらセリフの真似をすることです。オーバーラッピングに慣れてきたら次に挑戦できる方法はシャドーイングです。シャドーイングは英文を見ないで耳だけで
同じく真似をする方法になります。気に入ったセリフがあれば繰り返し練習して実際に自分の英会話でも使ってみましょう。では具体的な勉強のステップがあります。4つのステップ。1つ目は映画をまず選ぶ。2つ目英語の音声のみで見る。3つ目のステップ、英語のスクリプトや字幕を確認する。そして最後のステップはセリフを真似る。この4つのステップを取り入れていきましょう。まずステップ1、映画を選ぶ。選ぶときに気をつけたいことは、興味を持てる内容なのか、また英語の予告編を見て6から8割理解できるのか、またなるべく新しい映画を選ぶっていうことですね。ステップ2は、見る映画が決まった後に英語の音声のみで映画を見ることです。英語を完璧に聞き取れなかったとしても7割前後分かっていれば OK です。映画を見ている途中でぜひ取り入れてほしいことは、聞き取れなかった部分とか、あと聞き取れたけど意味が分からなかった部分、また気に入ったセリフ、こういうのを、まあ、できればメモをしながら映画を見るとより効果があります。でもあまりにも完璧に全部抑えようとすると映画を見る時間が長くなってしまうので、楽しみながら続けられる範囲でやってみましょう。ステップ3は英語のスクリプトや字幕を確認する。映画を見た後に次は英語のスクリプト、字幕をチェックして何て言ってるんだろうというのを確認します。日本語の字幕は意訳されていることが多いので参考程度に見ましょう。そして最後のステップはセリフを真似る。意味を把握したら次はセリフを真似していきます。すべてのセリフを真似するのは大変なので、気に入ったセリフとか知らなかった表現、こういうところを重点的に再生しながら練習することをお勧めします。最後に英語のレベル別のおすすめジャンルを紹介したいと思います。初心者また初級者におすすめしたいのがアクションです。アクションはストーリーの流れ展開が分かりやすくて、またセリフも少ないので初めて気軽に学習するものとしてはとてもおすすめです。次に初級から中級者の方におすすめしたいのはアニメーションまたラブストーリーになります。アニメやラブストーリーはストーリーの展開がとてもシンプルで分かりやすいです。アニメは子ども向けに作られているので優しい英語をたくさん使っているし、またラブストーリーは日常にフォーカスした場面がとっても多いので実際に実生活で使える会話をたくさん身につけることができます。次に中級者におすすめしたいのはドラマとコメディです。ドラマやコメディは日常のシーンがとっても多くて、また特にジョークを通して海外の文化を知ることができる、そういうメリットがあります。内容が若干複雑なものもあるので、まあ、理解に少し苦労する部分はあると思うんですけど、とても自分のこう知見が広がります。上級者向けにはサスペンスをおすすめします。ラブストーリーとは違ってもうずっと映画を見ながらわからない状態ですよね。犯人は誰なんだろう、何が起こったんだろうって、ね、なので、まあ、内容の理解に時間はかかるかもしれませんが、難易度の高い専門用語を身につけることができるので上級者にとてもおすすめです。全レベル全ての人たちが楽しめるジャンルは SF やファンタジーになります。 SF やファンタジーは子ども向けのものもとても多いです。なので内容によっては初級者の人でも十分に教材として使うことができます。また大人向けのものになると科学的な用語とかそういう業界の用語を学ぶことができるのでとても勉強になります。最後に試験対策におすすめするジャンルがあります。ドキュメンタリーです。英検、トイック、トフル、アイエルツ、こういう試験に活かせるのがドキュメンタリーの英語。リスニングを伸ばしたい人や単語力っていうのを身につけたい人はドキュメンタリーをぜひ勉強してみてください。今日は映画を使った英語学習について見ていきました。映画を使えばとても楽しく勉強するメリットがありますが、ただなんとなく見るだけでは効果が出ません。なのでこの4つのステップ、映画をまず選ぶ、その後に英語の音声のみで聞く、そして英語のスクリプトと字幕を確認する、そして最後にセリフを真似る、この4つのステップをしっかり取り入れながらぜひ映画を使って英語の学習に取り組んでいきましょう。 OK guys, see you next time!